まあ、それでこう2つ、それでですね、まあ、今年から、まあ、来年に向けて、またちょっとだいぶ、まあ、車の世界変わってくると思うんですけど、石川さん、的に一番変わるものは何でしょうね、これから。変わるものですもうか。変わってきてると思うんですけど、すでにまあ EV というのも入ってきてるけど、まあ日本なんかは今のところまだ EV なんてもう、まあ本当に少ないと思うんですけど、これがもうちょっとやっぱり増えるのか、それとももうこのままいっちゃうのか。パワートレインはやっぱりもう一番最初の話に戻ると、ユーザーのライフスタイルに合わせて決めるものなんで、それはもう、国とか地域によってね、変わってくるんで。それぞれの進化をしていくと思うんですけど、まあ、それよりも僕 EV も何もそういうことよりコクピットのスマホ化は進むと思います。それはそうでしょうね。これはそれはそそうう思といま思います。す。今関さん街なんか見てくださいよ。みんなスマホ持ってもう運転してしもてますやん。してま持っすたらあよ。かん言うてしても。ます、してます。だからそんだけ話せないもんになってるんですよ。っていうことはこれはもう逆に考えて、もう使わせなしょうがないんですよ。だからそれを手に持たないで車と会話するような格好になるんでしょうね。なっていくと思います。いや、今だって新車見たらこんなテレビみたいなのがついてるじゃそないうでですす。か。ねえ、恐ろしい大きな。しそうかでもす。みんなタッチパネルでしょ。だから運転してやっていいってことでしょ。やっていいってことですよね。いいってことやですりよにね。くいっちゃありゃしないんそう、ですやりけにど。くいって話だし、どこがどこなのかも見ながら。あれは全部基本的には音声認識でやっ音声てい認識でく、できるんですやっね。ていくっていう方向のもとにあれが始まっていると。方向のもとにやってるんですね。それが今だともうみんななんかあれをもうなんか運転中でも使いこなして、ね、中を見ながらなんか音楽かけてよとか、なんだとか、どこが今どうなってんのとか、もうなんかうちにいるみたいですよね。で、それがこう発展していくと車と車のコミュニケーションになっていくんで、そこに持っていければ事故も減るだろうし、渋滞も減るだろうしっていう、まあ、そういう意味ではまっとうな進化だと僕は思ってます。でもそうするとアメリカみたいに中国にデータみんな持ってかれちゃうから、中国はダメだぞみたいな、余計そういうだから今度はハッキングだの何だのっていうのが問題に今なっていってきますて、わね。でもそれを全部車は入れないといけないっていう法律でレギュレーションで決まってきたので、みんな慌てて今プラットフォームを、だからまあマツダロードスターが続けたわけですよ。ですよね。電子プラットフォームを変えて、あ、ブリッ変えクス、あれて。変えたんですよ。なだんかから今度のやつすごくいいっていすう。ごくいいんですけど、そのすごくいいの前にそれをやんなきゃいけなかったんです。で、それをやって、で、まあ、運転支援もきちっと入れて、その上でちょっともう車重くなってしまったと、10キロ20キ999ロキロじゃダメだったちょっんともうで無理と、ならばっていうすね。のいっそ2で、リッター一にしちゃ緒、おうと。まあ、それもあるし、その前に、まあ、いろいろ電子プラットフォーム入れ替えられたから、車の性能を上げる方向でいろんなデバイスをまた入れることができたっていうのは大きいと思う。めちゃくちゃロードスターいいんですよ。そうらしいですね。でもあれ、ちょっと欲しいもん。石川さん、あれ2リッターにしたら、下手したら400何十万するんじゃないですか？ 500 万するんじゃないですか。500万ですか？ロードスターもいよいよ500万。だって RF が400いくらしてるんで何しますね。すよ。で、屋根焼きになると、おそらく足回りとかも固めて、要するにマツダスピードの再来みたいな車になると思うので、それはちょっと500万ぐらいで500万だともうちょっと出すと Z が買えますね。買えますね。買えないけど 買えないですね。でもあんなこといつまでやってるんですかね、日産って。ね、よくわからない。僕はね、ちょっと日産の闇を感じますね、あそこは。いや、まあ日産の話になりますけど、日産、私も Z もう2年半前にオーダーしたんですけど、もうだって納車いつになるかわからないって言い続けてるでしょ？作ってないんですかね？いやいや、作ってますよ。作っててもそうなんですか？だってホンダのタイプ R なんかまたなんか売り出すって言ってるじゃないですか。もうホンダも、もう商売上手ですね。ね。でも日産は、だってその割にまた GT-R 出すとか言うでしょ？そうなんですよ。まあまあ GT-R はね、そんなに台数のあるもんじゃないからあれなんだけど、 Z は少なくともコンセプトとしてはアフォーダブルなスポーツカーなのいで、やー、Z みはん出なしがて。買えないとダメだから。そう